どうもこんにちは、先日の話になるんですが、家族キャンプに行ってきました。で、時期としてはですね、お盆真っ只中、夏休みの真っ最中ということで、まあね、ある程度の覚悟はしていきました。だいぶね、カオスな状態になってるんじゃないかなと、まあね、これ見てる方はですね、そのカオスな状態っていうのがどんな感じかっていうのがね、多分わかると思うんですけども、まあそんな覚悟をして行ったんですけども、1軒目のね、お目当てのキャンプ場は本当カオスな感じでした。キャンプのお客さん以外にも、まあ、川があったんで、川で泳ぐお客さん、泊まりはしないんだけどバーベキューしに来てるお客さん、あとはなぜかバレーボールをその辺でやってる人とかいてですね、多分僕らが思うようなキャンプ場ではなかったんですよ。で、まあ僕は撮影とかもするんですよ。キャンプに行くと家族キャンプなんか特に、まあ、記録に残したいとか、まあ、それを見てもらいたいってのもあったりするんで、まあ、撮影とかするんですけども、まあ、ちょっとね、撮影するような状態じゃなかったんです、はっきり言って。まあ、それはね、お客さんが悪いかっていうとそんなこと全然なくて、もう真っ昼間ですしね、バーベキューをしに来る人もいれば、川に泳ぎに来る人もいるっていう感じで、もう全然いいと思うんですよね。それもあり方だと思うし、夏ならではでいいと思うんですよね。うん、まあ、なかなかね、今のご時世その適当なところで川遊びするっていうことができなかったりもすると思うんで、そういったキャンプ場を利用するっていうのはね、全然ありかなと思います。まあ、ただですね、そういった撮影もしたいとか、ゆっくり過ごしたい、キャンプがしたいっていうことから考えると、これはそのキャンプを楽しむとかそういうんじゃなくて、ただ本当寝泊まりするだけになっちゃうなと思ってですね、場所を変えました。まあ、その最初に行ったキャンプ場はとにかくね、安いんですよ。安くてデイキャンプをする、宿泊でキャンプをするっていうお客さんがまず一つ、それとこうキャンプ場を横切ってですね、川に遊びに来るお客さん、これは川に遊びに来るだけなんでお金いらないんですよ。だからめっちゃいっぱい来るんですよね。まあ、それはですね、河川っていうもの自体がまあ国の持ち物というか、そんな感じなので、まあ、しょうがないというか、そうなんですけども、まあ、静かにねキャンプを楽しみたいとか、まあ、そういった用途で考えるんであれば、まあ、そういったキャンプ場はですね、外すべきだったなとちょっと後で反省しました。で、2軒目に行ったところがですね、これがすごい良くて、お盆ですよ。お盆の真っ只中で、世間の一般の方たちはもう連休で、子供たちも連休というか夏休みかっていう中で、まあ本当ね、すごい静かだし綺麗だし、思ってたようなのんびりしたキャンプが楽しめて、あれこれ夏休みでしかもお盆だよねっていうような感じだったんですが、もうそういう時にやるような、ね、しっちゃかめっちゃかの賑やかな感じでは全然なかったんですよね。ちょうど去年か一昨年ぐらいに同じような時期にね、キャンプをした時は確か週末にやったのかな。で、週末にやって、しかも夏休みでっていう感じで、まあうるさかったんですよね。で、しかもそのうるさかったお客さんっていうのが、やっぱりね、バーベキューしてるお客さん、まあ、昼間から結構賑やかではあったんですけど、夜のね2時ぐらい、1時か2時ぐらいかになっても、まあうるさかったんで、最終的にもう2時とかなんで静かにしてくださいっていうような話を僕がしに行ったんですけど、まあそんな感じのですね、こともあって、この時期でなんでこんなに静かなんだろうっていうのをね、ちょっと疑問に思いました。まあ前置きは長くなったんですが、こっからがね本題になります。キャンプ場、例えば連休の時とか、夏休み、春休み、冬休みとかあると思いますけども、そういった時もですね、キャンプに行きたいっていう方はね、たくさんいると思います。そういう時じゃないといけないっていう人もいるし、週末じゃないといけないっていう方ももちろんたくさんいますし、そういった時にですね、キャンプ場の選び方、結構ね悩むと思います。今回ね、そのすごく良かったキャンプ場と、まあ、ちょっと比較して申し訳ないんですけども、その一番最初に行ったキャンプ場、これを比較した時に何が違ったんだろうっていうのをね、僕なりにちょっと考えてみました。まず最初にですね、料金がね結構違います。まず1軒目の料金は、デイキャンプであれば1人700円だったかな。で、泊まりで家族5人で2800円っていう感じでした。で、2軒目に関してはですね、区画サイトであれば4500円で、電源サイトであれば5000円で、これまたね面白いところなんですが、デイキャンプはねやってませんでした。デイキャンプの方はお断りという感じで運営をされてました。で、このね料金の違いで何が発生するかなんですが、おそらく客層が全く変わると思います。ある程度のお金を出さなきゃいけないけど、それでもやりたいっていう層と、お金は払いたくないけどやりたいっていう層が多分あると思うんで、その料金を上げることによってお金を払ってでもやりたいっていう層しか来ないということで、
おそらくすごく静かなキャンプ場になってたんだろうなと思います。でさらに言うとデイキャンプをね拒否することによって、あの僕らが思うデイキャンプではなくて、こうわーっとなりそうなお客さんは排除するっていう、そういうことをしてるキャンプ場だったので、おそらくそれもあって静かだったんだろうなというところが一つありました。で次にね、理由の二つ目なんですが、ルールが厳しい。これどういうことかっていうとですね、まあ一件目に関しては例えば受付しますよね。受付して、まあ、名前と住所電話番号ぐらい書くんですけど、それでお金を払って、はい、じゃあ好きなところにっていう感じだったんですよ。いわゆる普通のキャンプ場って大体そんな感じですよね、きっと。まあ番号が振り分けられてたりもすると思いますが、まあほぼそんな感じだと思います。注意事項があればその紙があって、はいこれ読んでねぐらいの感じだと思います。で2件目に関してなんですが、そこはですね、住所と名前と電話番号、これ以外にも、なんかこうチェックシートみたいなのがあって、それを読んでチェックして、最後に車のナンバー書いて出すみたいなのと、同時にですね、そのこういうことやっちゃいけません、こういうことやっちゃいけませんみたいな説明もね、ある程度受けました。特にですね、焚き火に関して厳しくて、まあ、そこは芝生のキャンプ場だったから余計にだと思うんですけども、どんな焚き火台使ってますかとか、あの火床は結構高いですかとか、まあ、いろんなね話をされました。その中でね、当然そのスパッタシートは持ってますかとか、そういった感じの話にもなるんですけども、スパッタシートがあればいいってわけじゃなくて、そこはコンパネをですね、まあ、これぐらいのコンパネかな、それを800円で購入するっていうシステムになってました。でスパッタシートがあって、そのコンパネを乗せて、さらにその上に焚き火台を乗せて、コンパネが焦げたらもう焚き火はやめてくださいと、なぜならそこから先で絶対芝生が焦げるからっていう話だったんですよね。まあそれは確かにそうですよね。でそこのキャンプ場もですね、まあサイト見ると、まあ今までやっぱそういうことがいっぱいあったみたいなんですよね。こう芝生を焦がされたっていうこともたくさんあったみたいで、なので、まあ、だんだんこうルールが厳しくなっていったんだと思います。でまあそんな感じでですね、ルールが厳しいんですよ。説明されるルールも厳しくて、でそれもなんかこう紙一枚渡して終わりです、読んでくださいねじゃなくて、ちゃんとこう直にですね、これはどうですかこうですかっていうような話もされたりとかするんで、なのでそのなんつうんだろうな、こっちも身が引き締まるというか、悪い言い方をすると適当にやって適当に帰ればいいやっていう人からするとですね、かなり面倒くさいキャンプ場だと思います。ルールが厳しいし、すっごい説明されるし、なんか実際やってるとすごい注意されそうだしみたいな感じで、結構ね嫌なんじゃないかなと思います。まあ面倒くさいことを言われるキャンプ場だから、まあ一回来てもう来ないっていう人もね、当然中にはいるんだろうなと思います。でもそれって言ってみればちゃんとした人しか残んないってことなんで、僕はねそっちの方がいいんじゃないかなと思ったりします。まあそれもですね、こう静かなキャンプ場ができてる理由の一つなんだと思いました。で3番目なんですけども、そこは確か夜9時だったかな、9時までは管理人さんが常駐してました。でこの常駐するっていうのがですね、まあやっぱり安心感になるなと思います。まあ、最近ツイッターで見たりしたのが、その女性が一人でこうソロキャンプしてて、まあちょっといろいろあったみたいなのをね、見た方もいると思うんですけども、まあこういった問題っていうのはね結構出てきますよね。ちょいちょい出ると思う。そのいろいろ見てるとですね、その被害に遭った方が気をつけなきゃいけないのはおかしいとかっていうこともあったりすると思うんですけども、僕はそれキャンプに限ったことじゃなくて、その例えばどっかでそれこそね普通のホテルに泊まった時だってそうだし、ご飯食べに行ってる時もそうだし、それこそ道を歩いてる時もそうだと思うんですけど、その被害に遭いそうなところには行かないとか、なんかそういったこの自己防衛とかって絶対すると思うんですけど、まあその問題に関してはですね、まあいろいろ言いたいことはあったりするんですが、まあやっぱみんなが気をつけるしかないよねっていうことかな。まあ気をつけていく中でもですね、例えばその管理員さんがいないようなキャンプ場ってなると、やっぱりこれはね気をつけようがないですよね。それこそその自分一人ともう一人しかいなかった場合、まあソロキャンプ二人ぐらいしかいなかった場合に、もう一人の人が悪い人だった場合って、もうこれどうしようもないと思うんですよ。他に誰もいないし、だから他に誰かがいる環境っていうのはね絶対大事だなと思います。で一番いて心強いのはやっぱり管理人さんとか、そのキャンプ場の関係者の人だと思うんで、管理人さんがねずっといてくれるっていうのはすごくありがたいことだと思います。夜9時になったらね消灯時間なんで、まあ帰ってはしまうんですけども、やっぱその管理人さんがいることによってですね、こう下手なことできないとか、ストッパーというか抑圧する方法にはなるのかなと思います。で、まあ、2軒目のキャンプ場に関して言えばですね、まあ、そういった感じで管理人さんが消灯時間まではいるので、やっぱりその今までのルールが厳しいとかですね、そういった事情もあって、
さらにこう監視されてるじゃないけど、なんかもう悪いことをしようとする人からすると、まあ、やっぱ監視されてるみたいな感じがするのかな。まあ、悪いことっていうかね、悪いことではないか、まあ、騒ぐだけだから、そういう人からすると、まあ、多分やっぱりね、注意されそうで面倒くさいとか、多分そんな感じになるんじゃないかなと思います。で、面倒くさいんで、まあ、その時は行ったとしても次から来ないみたいな、でそういった噂が広まったりとかして、見事その平和なキャンプ場になるみたいなところもあったりするのかなと思いました。で、次がですね、立地条件として来づらい。1軒目のキャンプ場はですね、それこそその道の駅に行く途中の道とかにあるようなキャンプ場だったんですよ。で、川もあってって、それはすごくいい場所ですよね。そういったね、連休を楽しみたい人に向けてはすごくいい立地条件であるキャンプ場でした。で、2軒目のキャンプ場は標高が800メートルぐらいのところにあったのかな。なので、あの、来ようと思ってね、適当にすぐ来れるような場所じゃないんですよ。すぐには来れないし、来たとしてもめんどくさいとこっていう印象があったとすれば、まあ、余計来ないですよね。まあ、それをね、長年続けてきた結果によって、まあ、静かなキャンプ場がね、出来上がったんじゃないかなと思いました。で、まあ、そう考えると、無料のキャンプ場とかありますよね。僕がすごく利用してたところも最初はね、無料のキャンプ場でした。で、それが4年前とか5年前とかになるのかな。で、その頃っていうのは、その今みたいなそのキャンプブームっていうのもなかったんで、もゆるキャンとかも放送してなかったんじゃないかな。してたのかな。まあ、してたとしても、そのブームが来てなくて、キャンプ人口って少なかったんですよ。少なかったから、無料のキャンプ場でも、カンソロとか余裕でできたんですよね。ただやっぱり最近はカンソロとかもできないんじゃないかなと思います。思いますっていうのは、全然そこに行ってなくて、前に行った時にね、人がとにかく多いし、ゴミとか捨ててあるしみたいな感じで、結構なんかうわーっていう感じだったんですよね。だからもう行かなくなっちゃったのと、そこも確か今閉鎖の危機かなんかにあるらしくて、やっぱりゴミを捨てる人がたくさん出てきてしまったっていうのと、まあ、マナーが悪くなってきたっていうので、まあ、その閉鎖の危機になってるらしいんですけども、まあ、そういったところがね、なくなるのはちょっと寂しいところではあるんですけども、今まで行ってきたようなですね、純粋にこうキャンプを楽しみたいという人じゃない人、例えばバーベキューをしたい人とか、そのキャンプとはまた別の人も来たりとかすると思うんで、そういった人たちをこううまく分けるというか、排除するっていうとちょっと強い言い方になっちゃうんであれなんですけども、純粋なキャンパーだけに来てもらいたいなって思うんであれば、やっぱりその料金をある程度取るとか、なんかルールを厳しくするとか、誰かが絶対ですね、管理人みたいな感じで常駐して見てるとか、まあ、その辺はまあ必要なのかなという感じがします。キャンプする人はみんないい人だみたいな感じで、ね、当然その無料の施設っていうのも開放してるんだと思うんですけど、まあ、そうもいかなくなったら、やっぱりそれなりのルールというかね、そういうのを作る必要があるんじゃないかなと思います。で、今回お話しした内容っていうのはですね、まあ、裏を返せば、そういったところをね、見つけていけば、おそらく静かなキャンプ場とか、そういったところにね、巡り会えるんじゃないかなと思います。巡り会える可能性はかなり高くなると思います。まあ、最終的にはですね、まあ、管理人さんとかがどれだけキャンプ場を管理しているのかっていうところになるとは思うんですけども、まあ、キャンプ場の選び方の一つとしてですね、今回お話しした内容が何かしらの、ね、役に立てば嬉しいなと思います。ということで、これからですね、やっとキャンプシーズン到来ということになっていくと思います。秋から春にかけてですよね。まあ、僕も楽しみにしてるんですが、皆さんもね、いいキャンプライフを楽しんでくださいということで、今回の動画はこの辺で締めたいなと思います。それでは。